マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット中炭水化物を控えるとなんだか食事が物足りないなんてことないですか？そこで今回は食事が物足りない時に追加することで満足度がアップする痩せるかさ増し食材がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。もっと食べたい時の痩せるかさ増し食材4選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜかさ増しして食べても痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せるかさ増し食材4選お話します。では1つ目の項目です。なぜかさ増ししても痩せることができるのか、その痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整って痩せ菌が増えて根本的な痩せ体質になる食材だから。そして2つ目、そもそもその食材自体が低カロリーだから。そして3つ目、栄養のバランスが取れるからなんですね。これすごく大事。栄養不足の方はいくら頑張っても痩せることはできません。むしろしっかりと栄養を取るために食べた方がいいんです。その食材をご紹介します。では2つ目の項目です。痩せるかさ増し食材4選ということで1つずつお伝えしていきます。まず1つ目は大豆製品です。もう大豆製品はもうめちゃくちゃおすすめ。なぜかというとあなたの腸内環境が整いますし、特に私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンエストロゲンと似た働きをするイソフラボンも豊富なんですね。そうすることで脂肪燃焼効果があったり精神的に落ち着いたり代謝を上げてくれたりしてるわけなんですよね。そして食物繊維も豊富、そして高タンパク低糖質ですよね。これもダイエット向き。またオリゴ糖があったりコレステロール値も低いということで、まずはこの大豆製品をかさ増し食材として使ってみましょう。例えばお豆腐でしたらお肉料理のかさ増しにもなりますよね。ハンバーグのひき肉の代わりにその半分ぐらいお豆腐にしちゃうとか、そういったことですよね。また雑炊のお米代わりにもう豆腐雑炊にしちゃえっていうことでね、お米の代わりにお豆腐で雑炊作ってもおすすめですよ。あと、栄養的なことをお伝えしますと、高野豆腐めちゃくちゃおすすめです。普通のお豆腐よりもすごく栄養価が高いですし、また噛み応えもあるので満腹感もアップします。特に水分をめちゃくちゃ吸ってくれますよね。ですから、そのまま煮てるのもいいんですけれども、スープのですね、具として入れられるとめちゃくちゃ満腹感アップしますから、ぜひ高野豆腐も上手に使ってみてください。では2つ目の食材はもやしになります。もやし自体がめちゃくちゃ低カロリーですよね。しかも太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれたり代謝を上げてくれたりむくみ改善効果もあるっていうすごいお野菜になるんですね。何にでも使えますよね。例えばもうスープの具としてもやしを入れることによってかなりかさ増し効果が出ますし、野菜炒めであったりサラダもう何にでも使えますよね。とにかくかさ増ししたいなら、満足感をアップしたいならもやし使ってみましょう。では3つ目の食材はきのこ類になります。どんなきのこでも OK です。もうきのこといえば低カロリープラス食物繊維がめちゃくちゃ豊富、いくら食べてもいいと言ってもいいほどの食材になります。で特にまずは干し椎茸、干してある椎茸の方は栄養価も高いので私すごく重宝しておすすめのきのこになりますね。食物繊維も多いですし、もうそれはね、生の、ね、10倍も食物繊維取れちゃうんですよね。そしてむくみ改善効果、腰酸骨粗しょう症の予防にもなりますから、健康的に痩せたいなら干し椎茸おすすめです。でまたダイエット向きのキノコといえばね、やっぱ舞茸もありますよね。脂肪燃焼効果が高いです。そして体温を上げてくれる効果も舞茸高いですよね。食物繊維も多くって消化吸収がアップしてキト酸もいいということで、ダイエット向きのキノコの代表の一つとしては舞茸もおすすめです。では4つ目の食材はキャベツになります。かさ増しするのは皆さんキャベツです。例えばカレーライスのライス、お米の代わりに千切りキャベツとかね、もういろんな使い方できますよね。もうまずはキャベツ、腸内環境を整います。そして一度に2種類の食物繊維が取れますから、お腹すっきりデトックスになりますね。
そして低脂肪ですし抗酸化作用も含まれています。私はかさ増しするときにね、まあ、もちろん生のキャベツも使うんですけれども、酢キャベツもすごく使います。おすすめです。で、酢キャベツご存じない方は私のチャンネルの上位のね、人気の動画のところに酢キャベツすぐ出てきますから、ぜひご覧ください。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット中、炭水化物、お米などですよねを控えて、なんか食事物足りないなって悩んでらっしゃる方のために、大丈夫です。この食材をかさ増し食材として食べていただきますと、満腹感も丸、栄養も取れて健康的に痩せることができますよということでお伝えしました。ぜひお役立てください。この動画役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またご感想などコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。